はいどうも、パロプンテ、ウラ列激烈応援チャンネルのつっつんです。とで今回は、浦和広島、広島裏カの、えー、レビューというところで、えー、昨日、えー、レビュー動画メインチャンネルの方で、えー、アップしたんですけども、まあ、えー、今年からですけどもね、えー、ウラ列専門チャンネルを作りましたんで、まあ、 えー、レビューに関しては、まあ、試合の終わった直後に一本あげて、で、まあ、翌日にもこんな感じでね、えー、サブチャンネル、こっちの裏られ専門チャンネルの方でも、えー、もうちょっと詳しく話をしていこうというとこです。まあ、 だから、今シーズンに関しては、プレビューに関しては、メインチャンネルで2日前、試合開始の2日前と、に上げて、で、サブチャンネルの方に試合前日に1本上げるみたいな、えー、形になりますんで、まあ、あ、えー、よかったら、えー、サブチャンネルの撮るこちらもよろしくお願いいたします、というところで、まあ、これ実はね、もう2回目の収録でね、30分間話した後のね、三、えー、30分間話した後のね、これ2本目なんで、全く今か同じな僕は喋るんで、ちょっともうね、疲れてる、もちょっと収録ミスをね、30分喋った後にしてることに気づいて、 たんあと、そう、これ、多分この動画に関してはメインチャンネルの方でもね、アップされていると思います。まあ、宣伝動画じゃないですけどね。まあ、一応ね、こんな感じで、えー、ウルラ専門チャンネルの方でも、えー、動画上げていきますよって宣伝にはなりますんで、これ、まあ、メインチャンネルで見ている方もよかったら、動画概要欄にある、えー、サブチャンネル、ウルラ専門チャンネルの方もよろしくお願いいたします。というところで、じゃあ見ていきましょうかね。まあ、 ウラレッツのビューップというところで、まあこれが昨日のメンバーになりますけど、こっちからですか。これがまあ昨日の先発メンバーです。まあこれに関しても多くの方々がもう、えー、見ているんでいいでしょう。で、どこでまあまずウラレッツ戦術的なところ、まあビューダップのところから、えー、見ていきます。まあ一応こんな感じでしたね。まあ加藤選手がグスタッフソンにつくみたいな形でございました。で、まあ形としてはウラレッツホイブラー店。 えー、西川、ショルツで、基本的には3枚で、えー、回していく。まあ2枚で回すっていうことでもいいと思うんですけど、まあ基本的に3枚、西川を昨年よりも使いながらで、これでも苦しいってなったらちょっとサイドバックが引いてくるみたいな形だったんで、まあここは連動してやっていた感じがします。で、まあ戦前予想ではグスタフソンにはソテリーがつくんじゃないかっていうね、やっぱアンカーにはワントップが。 ね、センターフォワードが作っているのが、まあ、定石にはなるんですけども、じゃあ、なんでソッティリュージアンで加藤だったかっていうところで、これはもうね、スキペ監督のスカウティングでしょうね。まあ、これ、今日の、昨日か昨日の試合見て分かるとおり、 グスタッソン、結構機動力がありましたね。こうね、ステップが軽いというか、まあ、こう簡単に前向けそうな感じもあって、こうね、ドスンとした感じのアンカーじゃなくて、こう、機動力。まあ、これだからね、グスタッソンに当てておいて、まあ、これターンして前進できるみたいな、まあ、雰囲気もありましたし、で、要はだから自分で運べる系のアンカーなのかなってのは、えー、感じます。ちょっと機動力があるなってのは、うんちょっと感じたんで、で、言うと、やっぱ、それ、やっぱ、グスタッソンの機動力、このね、プレイのうまさとか、剥がす うまさを考えた時にやっぱ加藤のこの機度力力ってところの方が、えー、グスタッソンにびっちりマークにつけるんじゃないか。これがソティリューだったら、まあ、グスタッソンに行ってもこう簡単に剥がされてしまうみたいなそこのリスクかなうん。ソティリューよりもやっぱ加藤のマークのうまさ、守備のうまさを考えたときにはグスタッソンに彼に剥がされても加藤でついていくみたいなそこまで考えてだったかな。こうグスタッソンのプレイスタイルとかうまあ、さを考えたときにはソティリューよりも加藤 のがねまあこうマークについた時に相手を離さない粘り強い守備ができるっていうところで加藤だったの感知はちょっと感じましたねで ま,あまず、裏へとのビルドアップで言うと、一つ目がさっきでこう3人使いながらっていうところにはなりましたが、やっぱきつかったですね。もう大橋もガンガン来るし、ソテリウムも来るみたいなところで、パスの出しどころがなかった。で、じゃあロングボールですね。西川選手がまあロングボール、ちょっとこれ足元出すの怖いなってなったときにもロングボール蹴って、サンタナに収めてもらって、そのサンタナがえた収めたところをこ小泉とか、糸厚きのインサイドハーフに当ててて、 で前進していくまあ、レイオフの動きとかを誘発していこうみたいな、まあ、A プラン、B プラン、ビュードアップは あったと思います。まあ、本当は理想は後ろから繋いでいって、で、そこから前進していくっていうのが理想的だと思うんですけれども、ただまあ、えー、どっちもうまくいかなかったですね。まあ、サンタに預けても荒木で潰されてしまうとか、で、こう、競り合った後、競り合った後のセカンドボールをじゃあインシャドウハーフが拾えたかっていうとなかなかセカンドボールを拾うことができない。サンタナに金収まってもその後の寄せが相手が早いんで奪ってしまうみたいなところがあって、これじゃなんでサンタ孤立してしまったかっ っていう話で、まあ。 正直やっぱ関根と松尾に関してはね、これはやっぱ両ウィング貼るんでね、両ウィング貼るんでサンタナとの距離は相当遠いですよね。だからまあサンタナが競り合った後のセカンドボールを拾うってなると、今度ここで受けてもね、ウィングってじゃあ今年のサッカーここで勝負するんですかっていうのはちょっと違いますよね。まあだから理想としてはサンタナが競り合った後のボールっていうのはやっぱインサイドハウが拾わないといけない。ここがやっぱ拾わないと前進することはできないんだけれども、ちょっとね、 小泉も伊藤も体が重かったというか、サンタナに当てた後の距離感が悪かった、サンタナにこうボールが入った瞬間、競り合った後にこう小泉、伊藤が拾える位置いなかったってちょっと問題かなというのは。 感じました。だからもうちょっと高い位置でも良かったのかなってのは、えー、感じますね。だからまあ、サンタナに収まなかったっちのも一つ、問題というかね、ちょっとうまくいかなかったところの一つですし、もう荒木がそもそも良かった。広島の守備が良かったってのはありますね。まあ、サンタナちょっと孤立していたかなってのは感じますし、もうちょっとサンタナをね、収めて欲しかったっていうのは、ちょっと個人的なね、うん、感想にはなります。で、じゃあ悪かったことばかりかって、 で言うとそうでもなくて、例えばちょっとこれ、グスタスソンやっぱ落ちないですね、まずね。えー、例えばこう、後ろでボール回してるときですね、まあ、グスタッソンは基本的には落ちないんだけども、こうグスタスソンの動きでフリーになるみたいなところが何回かあって、まあ、 例えば、西川、ホイブラさん、ショルツでボールを回していて、で、ホイブラさんにパスを渡すってなると、まあ、こういう形ですよね。大橋が寄ってくる。で、グスタウスもこう寄ってくるんで、まあ、こっちはちょっとね、手詰まり感が出るんですけども、ただ、一方で、ショルツもこう寄ってきますんで,で、ソテリも浮いてくる。で、ホイブラさんからショルツ、グスタフスの伊藤みたいなね、このちょっと浮いたインサイドハーフですね。ボールがあるサイドと反対側のインサイドハーフの選手が、ちょっと浮いて、こっから前進していくみたいなのが多分 前半何回か ありましたこれをちょっと継続してほしいかな。まあ、左サイドにボールがあるってことは、狙い目は反対サイドにあって、まあ、うまいことつないで前進していくみたいなところがあったんで、これは伊藤が逆に寄っていくとね、これ、寄ってしまうとコースがないよっていう状態になってしまうんで、これはステイして我慢することはできた時は良かったし、ただ、これを90分間やれたかっていうとなかなかうまくいかなかったというのはあるんで、これ再現性をもっと増やしてほしい。良かったところの再現性は増やしてほしいなっていうのはあったんで、まあ、悪かったところばっかり ではないまあうーんね、7割、8割は苦しいビュードアップにはなりましたが、良かった時間帯ももちろんあるというところと、もう一個、もうちょっと簡単にグースタウスん使っても良かったかなとあります。まぁ、あ、ちょっと西川から、えー、グースタウスに当てておいて、まあ、こうね、加藤は来る、加藤は来るんだけれども、来たら今度また小泉が浮きやすくなるみたいなところもあるんで、まぁ、あ、 さっき言ったグスタウソン本当ね、基礎技術が相当高いですよね。やっぱ機動力もあるんで、ここでね、ちょっと苦しくなっても前向けんじゃねえかなっていうね、もうちょっと信用してボールを預けてもよかったのかなってちょっとね、感じたところにはなってきますね。で、もう一個グスタウソンが良かったところ、まぁ、あ、ちょっとやっぱ守備が軽い、ディフェンスがね、軽いんじゃないかっちゅうところもね、言われていますが、ただこれあくまで僕のね、考えにはなってきます。まぁ、あ、そんなね、オフェンス面で貢献できる、えー、グスタウソンが主 守備まで完璧ににななったら多分日本にはいてところで、まあこれだから、じゃあ守備が軽いのであれば、安いを入れればいいじゃないかって、それで解決するんだけど、多分そう安いになると、今度はうまくボールが、えー、前進しない。まあ安いにボールを預けても、グスタフスのよりもボールは多分前進しないでしょうしね。っていうところで、まあトレードオフですよね。いいところ、悪いところあるから、まあその悪いところをね、グスタウスの良さが出るより、周りがサポートしてあげることも大事なのかなって、ちょっと感じるんで、まあ、そこは目をつぶれるレベルかなと僕は、ね 正直、思、え、い、ー、ますし、まあ、やっぱグスタッフのワンタッチパスもね、正確ですし、で、えー、やっぱ昨年までになかったパスを出せますよね。えー、じゃあ何かっていうと、昨年ってどうしてもね、昨シーズンはどうしてもですけど足元へのパスが多かったですね。まあ、昨年の例で言うと、ダブルブランチになったので、まあ、こういう形です昨年はね。昨年はトップ下がいて、ワントップがいてみたって、ダブルブランチみたいな形だったんだけれども、昨年まではこ、 から、ここに出してましたね。こうね。グスタスソンは昨年でと岩尾かな。岩尾から関根、足元のパスがね、多かったんで、こう止まりながらで、止まってボールを受ける。止まって足が完全に止まった状態でボールを受けるみたいなシーンが昨年多かったんですけど、グスターソンはあえてこう斜めの関根の前んところですよね。このスペースのところにボールを出すことによって、こう味方選手を動きながらですね、ステップ踏みながら、しっかりこう味方の選手を動かしながらボールを受けることができる ようなところにパスを出していた。これ足元だったらね、やっぱり足が止まってしまうんで、こう寄せにあってしまう。で、なかなかね、またバックパスになってしまうみたいなところがあるんだけど、こう、味方が動きながらボールを受けるところを出すと。まあ、これと、こう、どこだやっぱり関根か、関根がわかるんですか。まあ、関根のこの辺に出すことによって、こう関根がこう動きながら、ステップを踏みながら、えー、ある程度、こう、スピードに乗った状態でボールを受けることができるから、相手が来づらい。こう、相手が動いているんでね、こう、味方が動きながらね、こう、ボールを受けることによって、 塩谷行ってしまったら剥がされてしまうんでねっていうところでまあ、逆にこうね見方を動かしながら出す、えー、パスっていうところは昨年にはなかったところかなこれ ね、地味なところですよ、これ。だからね、地味な変化ですけども、足元に出す、まあ、味方の足が止まった状態で、こう、プレースに合うってうところは、グスタフソン発進では、そんなになかったから、もなかったわけではないけども、基本的には、こう、斜めの対角線上のパスですよね。対角のパスを出しておいて、味方を動かしながら、ね、使うことによって、相手が来づらいみたいなところを作っていたんで、これは昨年までなかったね、グスタフソンの棒の、えー、質かなーってのをちょっと感じましたけどもね。<ー>で、 あ、もう一個か。だから、サイドバックの低い位置ってところですよね。サイドバック低かったねっていうところにはなります。だから、サイドバック本当はもっとこう高い位置取ってピン止めしてみたいなところでもいいのかもしれませんが、ただまあ、引いて受けるサイドバックが低い位置を取るにもやっぱメリットはね、あるというところで、例えば、サイドバックが低いちょっと戻そうかな、えー、サイドバックが低い位置を取るってことは、相手を引き込みやすくなる。まあ、渡辺選手はここにいること、えー、こか。この辺にいることによって、相手のウィングバックが来るんで、まあ、この辺のスペースを受きやす なななるるるみみたたいいねとととここころろももああ要はををを引き込む相手を引きき込込むむ相手によってススペースを生み出すだからまあ、うん、一概にサイドバックが低いってなったら、こうね、プレスははまりやすいですこれ、ね。プレスははまりやすくなるんだけれども、一方で、まあ次、その次に攻撃で使えるスペースを生み出すこともできるみたいな。ところはこれありますよね、効果としてはね。まあ相手を引き込むってところもできるんで、まあ一概にこうサイドバックが低い位置を取るイコール悪いってところでもなくて、まあ、 じゃあ逆にね、サイドバックが低い位置を取ったことによってね、ピンチを迎えたシーンってそんなになかったのかなっていうのは感じます。だからここのね、相手のウィングバックをまあこう、継い出した後のスペース、ここら辺をうまい子誰かがね、使えることができればよかったのかなっていうのは感じますんで、まあ一概にこうサイドバックが低いというのは悪いことばっかりではないという話には、 なってきますね。だから、まあ、この試合の課題で言うと、まあ、サンタナにもっとボールを、えー、収めて欲しかったっていうのと、まあ、サンタナへのサポートですよね。ちょっと伊藤小泉のサポートが遅れた結果、まあ、寄せになってしまって、まあ、もちろん前提としては、まあ、広島の守備は良かったっていうのはあるんだけど、ちょっとサポートの意識が低かったっていうところと、グスタスソももうちょっと簡単に、えー、使ってあげても良かったのかなとはちょっと感じたところには、えー、なってきますんで、これが、まあ、えーね、ね、僕の気になったところでしょうかね。まあこの辺 今後の改善に期待をしていこうと思います。で、え中途からこれが図解解説にはなってきますね。ちょっと話しかもつ、正直前回ね、これちょっと収録ミスで、えー、30分ぐらい話しているんで、もう正直喉が相当しんどい状態ではあるんで、もうちょっと息も上がり上がりで早口も早口にはなって申し訳ないんですけどもね。で、ところじゃ次行きましょうかね。次が選手コメントですね。 えっと、画面共有でいいのか。えー、ウィンドウで、これですね。まあ、えー、選手コメントのところには、えー、なってきます。まあ、こちょっちのあれか。ちょっと戻すか。 選手コメントで言うと、えー、っと、まず、ヘグモ監督ですね。まあ、ヘグモ監督、まあ、前半いいものがいくつかね、えー、見られたというところで、まあ、悪かった前半ではなかった。まあ、20分25分までは、しっかりこう、チャンスも作ったんで、非常に良かった。あの、小泉がね、決めていればっていうと、決めていればっていうか、あれが決まって先制点入っていれば、また違う試合展開になっていたんじゃないかっていうところ、ちょっと僕も本当喋りすぎて、息が完全に上がって、申し訳ないです。本当にちょっとね、もう、さすが30分喋っててね、 収録ミスなの収録なんで、本当今一人で40分以上喋り続けているの、ほん申し訳ないですけれども、もうちょっと次から気をつけようかな。え、てところで、まあ、どうだろうな。ただ、最後の10分、15分から20分は我々の姿を取り戻して書いてありますが、これちょっと広島が単純に落ちたってのあるかな。まあ、広島が万全な状態100、100%の状態でぶつかり合った最後の15分、20分ではなかったんで、まあ、 そこでね、だから決めきればよかったんです、す本当ね、相手が、えー、落ちた、落としたっていうところで決めきればよかった。この自分たちの時間帯も相手がどうであれ、えー、自分たちの時間帯があったからこそやっぱ決めてほしかったし、そういう意味でやっぱコロキのね、あのヘディングは、えー、僕は決めてほしかったかなって、うん、ちょっと感じましたね。で、まあ90分通じて、えー、見てみれば通して見てみればっていうところで相手が安定してた。まあこれは、ね、成熟度の違いですよね。もう月部監督も3年目なんでね、まあそれは成熟度は相手が上というところ、まあ、高いところで で、安定していたのが広島で、裏列に関しては、ものすごいいいところ、いいシーンもあったけれど、その継続性がなくて悪いところが目立ってしまって、まあ、90分間で言うと悪い時間帯が、まあ、トータル70分ぐらいあったかな、っていうね、試合展開であったんで、まあ、これも今後のね、成熟度次第かな、まあ、ヘグモ監督も初の、えー、J リーグでの指揮にはなりますんでね、というところでしょうかね。で、こちら。 まあ、関根、えー、左のウィングに入ったかっていうところですね。まあ、これにかそう、あの、この記事ですね。この記事に関しては、まあ、無料記事の分から持ってきてますんで、まあ、有料記事の部分はもう、やっぱこうやって、ね、話すことは、えー、できません。まあ、有料記事には無料で見れる部分のところだけ今回表示を、えー、しております。で、このコメントを見て分かる通りですね。まあ、正直、松尾と関根ね、お互い分かってた感じのがあります。まあ、こうすればね、いいよねとか、相手の、ね、反対サイドの選手を使えるね、みたいなところもお互い分かって、 ってこれ、有料記事の分の結構触れてはいるんですけれども、関根松尾も同じことを考えていて、で、え同じ課題と同じいいところを、えー、見つけていたのかなって、うん、感じました。まあ、これだから有料記事の分とか、松尾と関根のコメントを比較しながら見たらもっと分かれやすいと思うんですけども、まあ、少なくとも関根松尾ってとこはなんでうまくいかなかったかとか、まあ、えー、うまくいった時はなんでじゃうまくいったかとかね、えー、っていうのはなんか共有してる感じがしますんで、まあ、関根松尾に関しては今後また期待していこうとは思ってますけどもね。 でこちら まあ、伊藤敦樹に関しては、まあ、もう少し降りてもよかったと思って書いてます。まあ、確かにヘグモン監督のサッカーってインサードハーフは、えーね、降りないっていうのは鉄則なんだけれども、まあ、なんか岩尾選手のキャンプ中のコメント、キャンプ中の最後の方のコメントを見ていると、まあ、降りることは別に悪いことではないというかね、もちろん降りないのがね、一番いい。高い位置でステース、インサードハーフは降りないのが鉄則なんだけれども、それもアドリブ聞かしてじゃないけどもね。別にこう降りたからね、怒られるみたいなところもないらしいんで、 まあそこら辺は今後アドリブ、まあこれ公式戦の一発目でね、えアドリブ効成せっていうのは難しい話も、アドリブっていうのはね、やっぱりね、こうなんていうか、アドリブっていうのはある程度戦術が成熟してこないと、できないところになってきますんで、まあ、これアドリブっていうところ今後どういうふうに聞かせていくかっていうところ、ちょっと課題かなっていうのを感じますよね。で ま、小泉のコメントは一応こんな感じ。まあ、相手も寄ってきて裏返すという選択肢もね、あったんじゃないかっいうところにはなります。これに関しては、これは、えー、フ裏フットボール通信さんの、あの、インタビュアーの方のね、これは、えー、コメントと質問にはなりますが、これもだから前半ですよね。前半あまりにもサンタナ、えー、チアゴーサンタに収まらなかったから、ちょっとそのロングボールっていうのが、えー、選択しづらかった。サンタナのコンディションがあんまり良くなくて、ね、本当なんか裏返すとか、まあ、ロングボール、 もっとサンタナに当てておいてそこから前進していくっていうのがね、えー、理想的だったと思うんだけれども、一方であまりにもこう前半、サンタナのところでボールがね、収まなかった、勝てなかった、拾えなかったっていうのはあるから、もうこれ後ろからね、もっと丁寧に繋いでいくしかねえみたいな。やっぱサンタナが良くなかったからこそ後半のあのね、ビューダップへのこだわりなのかなと、ちょっと感じましたけどもね。で、こちら。 岩尾選手、まあやっぱインサイドハーフはね、ほぼほぼやってなかった。まあ練習の中でアンカーでやることがほとんどで、練習試合でそもそも一回もやってなかったみたいな、まあ開幕あるあるですね、キャンプでやってないことを突然やらされるみたいなところはどこのくらいもあるんでね。えー、ただまあ岩尾選手が入ってからも流れは結構変わったっていうのはありますんで、まあ僕は岩尾選手に関してそんな悪い評価にはしていないというところ、まあこの後ね、選手評価のところにも、えー、通じてきますけどもね。ちゅうところ、本当ね、このベンチでも 心臓さん直翔也とね攻撃に関わる選手と話してたこの辺の、まあ、うーん、しっかりベンチでのコミュニケーション、このベンチでのコミュニケーションが良かったからこそ、ね、前田直樹がうまいこと生きるとかね、えー、後半、お世話をする場面を作ることができたみたいなところがある。本当、ベンチのベテラン組含めていい話し合いができていたんじゃないか。まあ、やっぱベンチワークっていうかね、まあ、やっぱ監督だけじゃないですもんね、こうベンチワークっていうところに関してはね。まあ、ベンチワークってやっぱ控えの選手がこの試合を見ているベンチの中から、こうね、 試合を見る中で、いや、こここうした方がいいんじゃないかとか、自分が入ったらこう動こうみたいな、あそこが穴じゃねえかみたいな、それをベンチの選手は分析をする。で、その分析、まあ自分はピッチに立って,てはいないけれども、ベンチから試合見た中で、まあ、自分ならこうすれば、自分がこう動けばね、うまくいくんじゃないかみたいなところを理解することができるかどうかで、まあ、使われたときに結果が出るかどうかってのはあると思うんで、まあ、それをこのベテラン選手たちはうまいことやったのかなちょっと感じましたけどもね。で、こちら。 で、ってところ、まあ、えー、終わりですね。まあ、えー、選手コメントは以上で、裏が良かったところ、前半って書いてますが、まあ、前半しか基本的に良い,いところはなかったんで、まあ、前半にはしております。パスまあ、パステンポとプレースピードっていうところ、まあ、さっきも言いましたけどパステンポっていうのが非常に良かった。昨年はどうしてもこう、パスのテンポと、えー、プレースピードが遅い。本当他のクラブと比べて、まあ、他のクラブと比べるのがね、良い,いとは思いませんけどただ、あまりにもプレースピードが遅くって、まあ、こう、相手のね、陣形が崩れてる間、まあ、カウンターにしもそうですけどもね、 ちょっと相手こうセット、まあ、こうディフェンスのブロックを作る前にこうね、攻め切るみたいなシーンが昨年はなかったんだけど、この広島戦に関しては、まあそんな再現性はなかったけども、まあ何回かこうカウンターチャンスを作ることはできて、まあそこでやり切ることができればよかったんでしょうけども、例えばプレイスピードは昨年よりも上がったかなっての感じましたね。まあ一応この3つかな。まあ先日理解度がね、高いというか、まあやっぱやるべきことは分かっていて、ただ分かってるからこそちょっと愚直にやりすぎた。 ちょっと監督の指示を守りすぎてしまった感はあるかなってはちょっと感じましたけれどもね。で、こちら。ってことで、えー、選手評価ですね。選手採点のところには、えー、なってきます。まあ、やっぱ西川5.5。あのー、ね、シュートを弾いたところにはなりますけど、も、まあ、ちょっとイレギュラーバウンドをしているんで、まあ、しょうがないかな。まあ、あれは難しいな。イレギュラーバウンドちょっとしてます。ちょっと多分コース変わってると思うんで、ね、あれを攻めることはちょっと難しいかなっていうところでしょう。で、マリはそういうグラウンドでも5.5には、 してます。まあ、ちょっとあそこで大橋選手のクロスを、あ、大橋選手が決めたシーンがヘディングでね、あそこはまあ大橋が上手かったってのを褒めた方がいいかなーっちょっと感じました。ただ一本対角線上のいいパスがあったんでね、あれちょっと続けてほしいな。あれ、酒井宏樹か松尾にね対角線上のロングパスをバシッと通したシーンはちょっと痺れましたけどもね。で、 まあ、ショルツは6.0っていうところで、まあ、運ぶうまさは感じました。やっぱりね、ちょっと苦しい時に、こう、ショルツを運んでみたいなところもできて、これもなんかビュードアップのいいところですよね。まあ、ビュードアップって、まあ、どこを、まあ、出口するかにも寄ってきますが、さっきで左、ホイブラーテのサイドに寄せておいて少しショルツが浮いたところを運んでいくみたいな、まあ、相手が寄ってきた後のスペースですよね。を右のショルツが使うっていうところで、これ良かったかなというのを感じましたね。で、 まあ、渡辺龍馬、ちょっとね、5.5。まあ、守備のところとかビーアップのところに、まあ、ね、が目立ってしまって、高市、じゃあ、渡辺龍馬が高市でボール受けて何かできたかっていうと、それはなかったかなーって、5.5。まあ、これからかなっていうのはありますけどもね。で、坂井博樹5.8ってしてますけどもね。まあ、前半だけで言うと5.5かなってのは思う反面。まあ、でも後半は良かった。あの、キャプテンマークをね、えー、こう、取れながらもね、取れそうになりながら推進力持ってガンガン行くみたいなところ。 まあ、それは良かったんで、まあ、本当はね、6に近いんだけど、まトータルすると5.5から6の間ってところで、まあ、5.8にはしてますね。<laughs> で、こちら。えー、ミッドフィルダーフォワードで、まあ、グスタッソン6.0。まあ、さっき言った、やっぱ、パスの質がちょっと違うし、基礎技術が相当高いし、というところで、まあ、グスターソンいなかったら、もっと手詰まり感があったかなってところですね。やっぱ、ちょっとレベルが違う選手ですね。で、伊藤敦木小泉に関しては5.5と、えー、5.0、まあ、 やっぱ小泉はちょっと PK を与えてしまったっていうところと、まあ、相当ね選手コメント見ながら思ったのはやっぱ小泉ちょっとメンタル的には追い込まれてるとかなんかね俺がやらなきゃとかね優勝優勝優勝みたいなプレッシャーを相当感じて。 いるのかなって、まあ、うんと、試合当日か前日かに上がったね、YouTube の小泉選手のインタビューでも相当なんかプレッシャー感じているのかなってのは、感じたところもあったんで、ちょっと小泉に関してはね、もうちょっと楽にプレイしてほしいかなってだって5.0にはしています。で、もう関根松尾に関して5.5、まあ、1対1作るみたいなところもあって、そこで積極的にやっていくところがあったんで、まあ、5.5にはしてます。まあ、守備での頑張りも関根特にあったんでね、で、ま、タナバを収めることができなかったんで、 5.0っていうところ、まあ、シュートも1本ですかね。やっぱりフォワードのシュートが1.0、あ、1本っていうのはちょっと寂しいっていうのはありますね。5.0にはしてますね。で えー、途中、ショート監督に関して、ヘグマ監督は5.5。まあ、ちょっとね、効率しすぎたかなうん、もうちょっとロングボール使ってってよかったと思うんだけども、例えば、そう、サンタナがおまん,んないから後半の、まあ、あの、しっかり後ろから繋いでいこうみたいなシーンには変わったと思うんで、まあ、ただ選手交代自体は悪くなかったんで、まあ、タイミングがちょっと遅かったかなうん、選手交代のタイミングも,もうちょい早くてよかったと思うんだけど、まあ、開幕から5.0つけるわけよ。なんかいかないんでね。まあ、5.5にはしてます。で、途中、 中から入った選手を僕がもっと流れを変えてくれと思います。で、前田直樹に関して6.0ってしますが6.5でいいですね、これね。えー、6.0じゃなくて6.5で全然前田直樹はいいというところで、まあクロスもバンバン上げてシュートも打っていて、どんどん積極的にねドリブルで仕掛けていたんで、まあ6.0っしますこれ僕のミスですね。6.5でいいというところですね。で ま、中島に関して6.0で、なんとも評価しがたい。ただ、ファジーな存在ですよね。こう、やっぱりみんなカチッとね、監督の戦術を守る中で、やっぱり動きとか立ち位置が、ちょっと他の選手と違っているんで、やっぱそこで受ければチャンスになるみたいな、ところは分かってる選手かというのはありました。で、僕は言うと、大畑良かったのかな、って感じました。うん、正直6.5にしてます。あの、立ち位置が良かった。まあ、相手をこう引き込んでね、ボール剥がしていくみたいな。で、その後しっかり前進していくみたいな。 みたいなところは本当良かったし、立ち位置とか、こう周りを使ううまさもあったんで、もちろんこれ途中から出て相手が疲れてるとか、相手がこうね、ある程度ボールをえー持たせてくれてる状態だったから、大畑がよく目立ちのもあるかもしれませんが、ただね、大畑は本当良かったと僕は思いますよ。まあ短い時間でしたけどもね、本当ボールを受ける位置、捌く位置でえ味方を使うとか、結構中にグッと絞ってね、大畑を受けたシーンもあってね、 このサイドバックがそんなに中で受けるんだみたいなところもあって、これだ酒井博樹とか渡辺龍馬とは違いましたよね。やっぱりこれはベンチから見ていてちょっとね、このサイドバックの動きはまずい、立ち位置はまずいと感じたんでしょうね。結構中でね、絞って受けるとか中に入っていくみたいなところもあったんで、ちょっと大畑はある意味ね、まあ多分ヘグモ監督の、まあ監督の理想とするというか、戦術的なサイドバックとはちょっと立ち位置は違いましたけれども、でもだからこそ良かったかなと。 いうところでしょうで。で まあ、コロッケあのチャンス決めてほしかったかなうん、あのヘディングのシーンは決めてほしかった。ただ、やっぱ何回もゴール前でね、こうシュート話もあって、チャンスを作ることのきっかけはできていた感じがしますで。まあ、6.0にはして、まあ、ちょっと甘いかもしれませんね。で、いわゆるやっぱ入ってから流れ変わったんで、やっぱそれはボールがあるところないところの修正っていうところでしょう。まあ、チーム全体をうまいこと動かしながらね、プレイしていた感じがします。やっぱ、うん、この交代選手、途中一ち選手が入ってから流れは変わったんで、まあ、これらの選手は非常に僕はね、評価したというところ プロになってきますんで、割と早い段階で序列変わるかもしれませんね。これね。もう本当ね。僕らが思っている以上に控え、選手、大畑含めて良かったんで、まあ、序列がひっくり返る可能性は十分あるとね。いうところでしょうかね。はい。 ということで、今回以上です。すいません。もう相当ね、喋り疲れた感じが僕はあります。も、ま、う、あ、30分喋った後でまた30分近く喋っていますんで、1時間喋りっぱなしですよね、これね。えー、当んね、申し訳ございません。本当ちょっと喉が疲れて早口で聞き取りづらかったところはあるかもしれませんけどもね、中途でございます。よーばらむって、ウラツうんう、じゃ激熱ウラツチャンネルなんだっけえー、の、僕でしたよかったらちゃんとおます。その、